張り切っていくぜ。心の羅針盤の赴くままに。よいしょ、ルルアちゃんとならどこまでも行っちゃうよ。Thank you.
しないよな。ここに入るんだな。気合いっけ。さーて、さあ出発。よし。おい、油断するなよ。いつ魔物が出るかわからないんだからな。平気だよ。だってオーレルが倒してくれるでしょ。調べないと。よいしょ。お、これは役に立つそうだね。どんなものが作れるかな。ティクスさんの手品ってどういう仕組みなんですか？もちろん秘密さ。種も仕掛けもあるけどね。加える材料だね。解読できそうな予感。みっけ。火薬はエーパが詳しいんだよね。後でいろいろ聞いてみようかな。ただでは渡してくれないってわけだ。じゃあ、ええ、私たちの戦いっぷりをね。なんとかなったか。ええ、新手が来る前に宝箱開けちゃいましょう。はい、
出の道具？そう、フラクタル氷爆弾。あれ、メルルさん、どうして？ごめんね、やっぱり心配になって追ってきちゃった。それはね、みんなの思いがこもったレシピなんだ。みんなの思い？そう、もともとは私のおばさまが作ったものでね、それを私たちが改良したんだ。未来の錬金術師さんへ、そうおばさまが託してくれたレシピ、今度は私がルルアちゃんに託すよ。はい、頑張って作ってみます。ありがとうございます、メルルさん。いいのいいの。それじゃあ私は先に帰ってるから、ルルアちゃんの実力後でバッチリ見せてもらうからね。わかりました。ですね。でも託されたからにはしっかりやり遂げないとね。さあアトリエに帰りましょう。フラクタル氷爆弾頑張って調合しないと。思いを託すか。イークスさん、何やってるんですか？ごめんごめん、今行くよ。これだから人は面白い。
的地はどこだ？ま、どこでも同じだがな。というわけだ。頼めるか？ああ、わかった。ああ、ではよろしく頼む。よし。ニコさん。ルルア。ええ、バッチリと。怪しい男の人と話してたように見えましたけど。まあ危ないっちゃ危ないが。依頼？なあ、つっても正規の依頼じゃねえ。裏の依頼？そうだ、正規の依頼より身入りが良くてな。あっちかってヤバい依頼には手を出してね。俺にはどうしても金が必要なんだよ。ほう、事情は分かりました。依頼のことを知った以上は。いや、さすがにそれは悪い。お手伝いします。わかった。今回は魔物退治の依頼だ。なるほど、魔物退治ですね。なあ、すまねえな。